はい。海きれいでしょ。海きれいでしょ。うちの海。うちの海きれいでしょ。これ誰の海？おいしいよ。どうやって作ったんですか？え、粘土だよ。液体も粘土なんすか？そうだよ。エスコ。うん。あとアモジアに戻ってきたら撮るって話になったね。全然ゆめさんのカメラワークに ちなみにだけど、ちなみにだけど、1回目は頑張ってごまかしたのやばいと思うんですけど、うん、2回目はもうごまかし効かんからね、俺もう豪快に言って笑っちゃったもん今ね、安室さんのコンベンションセンターの方でね撮影して、今終わったんですけど、やっぱこうだけど、やっぱ困された場所なのやっぱ緊張しちゃって、間違っちゃった、ね、まあ、そうですね、まあ、その前に RD は多分サメの話ばっかしてるからそれでそっちばっか集中してな、うん、集中しないといけない、サメ好きすぎて、うん、一回じゃああれ行こうか、次オーストラリアにもし行く機会あったらあのゲージの中に入ろうか、いやけど俺入りたい、あ、じゃあでも俺入りたい、じゃあもうこの Vlog を見てくれてる皆さんね、この言葉ちょっと覚えててくださいということで、じゃあそれではじゃあ次の撮影場所へ、はい、レッツゴー、はい、ということで次の場所に移動しております。次はご飯です。次ご飯です。食べに行きましょう。お魚を食べに行きます。おい、行ってきます。暑いです、ね、暑いちなみに今日12月ですから ね、はい、もう23、4度っぽいです、ね、暑いね。それです、ちょっとね今小走りしただけで、はい、もうちょっと軽く汗が出る、やばすぎる、はい、暑すぎる、はい、じゃあ行きましょう。海鮮酒場、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 はい、I'm serious、 I'm serious、 何人もいないしすいません、これめっちゃ綺麗、海やばいよ、これやばいよ、やばいよ、ました。大木様です。じゃあシーさん行っちゃってくださいよ。行っちゃいます。入ってないっていうね。入ってない。これ割り箸なんですけど、こうやってやると綺麗に割れるってアクアが教えてくれたので、割れました。おー。じゃあいただきます。まだ食べてないね。よし、いただきます。うん、うまい、だしが効いてる、効いてる、俺の中に入ってきても優しく包み込んでくれてますね。めちゃくちゃうまいです。でも今日出してくれて感想が言えるっていうのが嬉しい、最高です。2023美味しかった、めちゃくちゃうまかったっす。サンゴとかがじってくるから口がうんこりみたいな、あれはちょうど毒や混ざってもらいましたね、やばいっすね、動いてるよな、ペプシミア